トーンコネクトはトーン音に乗せて共有することができるスマートフォンのアプリである。このアプリは一度は聞いたことがある。世界共通のプッシュフォンのトーン音を利用してスマートフォンやタブレット端末に情報を送受信共有することができる。2011年の4月に日本放送アナウンサーでスマートフォンアプリにも精通する吉田久則が プログラマーのかばたたけしと出会った。当時かばたは渋谷にあるとあるバーの定休日にアンドロイド携帯端末の開発者たちと集まってバーアンドロイドを開催していたがこの場でかばたから僕らのような開発者にも何か震災復興に協力できることはないかと打ち明けられる。この提案を聞いた吉田は複数にわたる地域の停電の日程を 寸分間違わずに聴取者に伝えることをもっと愛情を持って伝えられないものかもし IT を駆使すれば自分の地域が停電してしまうのではないかと困惑しているリスナーにもっと良い伝え方があるのではないかという震災報道を経験して感じた思いを語ったその話を受けてかばたは考えた末にだったらスマートフォンにラジオを読ませたらと提案 それから、半年足らずの9月、かばたはそのアプリの試作品を、吉田の元に持ってきた。吉田は、そのコンセプトや、完成度に魅了され、すぐに、日本放送、会長の重村はじめにこのアプリを広めたいことを、直談判。話が進み、正式開発が決まる。アプリの名称も、トーンコネクトとなり、 随時、オールナイトニッポン GOLDAPP10.jp でも紹介された。2011年11月4日、放送分には、トーンコネクトの開発者を招き、生放送中に実験を行ったところ、2個性を見ているリスナーや、ツイッターやメールの報告で受信されたという報告が相次いだ。また、一つのアンドロイド携帯から、 複数のアンドロイド形態へと受信できるというのを証明するため実験を行ったところ複数のアンドロイド形態に受信したため成功したこれに関連して11月18日の21時から23時30分には日本放送のイマジンスタジオをリスナーに開放してトーンコネクトを使っての実験を行った2012年3月9日放送では 番組内でたびたび取り上げたアプリトーンコネクトの Android 版と iOS 版が2月にリリースされたことを受け機種間の共有性を証明するため4ヶ月ぶり2度目となる実証実験をイマジンスタジオで実施また完成したトーンコネクトの利用と普及を目指す目的に同年2月20日付をもって日本放送とアドリブを中心とする創業メンバーの 共同出資により、株式会社トーンコネクトが設立されたことが発表された。番組パーソナリティの吉田久典が、同社代表取締役シエモに、同アプリを開発したアドリブのかば武たけしが、代表取締役 CEO にそれぞれ就任した。なお、デイジーデイジーミカが駆けつけて、アヤビエの引鉄と共に、トーンコネクトの社歌を制作し、演奏を行った。ちなみに、 放送終了後、カバタと吉田の二人は日本を出発し、3月9日から3月13日の期間でアメリカのコンベンションイベント、サウスバイサウスウエストのインタラクティブ部門に参加して、そこでトーンコネクトのプロモーションを実施。その後は、ラジオの中で言葉だけでは足りない情報は、 トーンコネクトを活用してリスナーに対して日常的に実験も行われている。1983年4月から1986年4月に放送された上柳正彦のオールナイト日本のある日の番組内で正規の実験としてその当時に普及し始めた MSX コンピュータのプログラムをラジオの電波に乗せて日本各地に どこまで届くか実験を行った。ただ、放送法には、中波放送で流すことが許されるのは、耳で聞いて理解できるものに限るという規定があり、この行為が法に違反する可能性があった。その当時の番組ディレクターを務めていた土屋夏彦は、今回開発されたトーンコネクトというアプリについて、そんな先人たちの努力を、 放送法にも抵触しない形で完成させてくれたと、表している。特徴としては、音を返すことによって、Android 端末と iPhone の間でも通信でき、スマートフォンの場合、搭載されているスピーカーとマイクを使うため、NFC などとは異なって、専用のハードウェアを必要としない。また、1対1の通信にとどまらず、多くの参加者のスマートフォンに対して、 拡声器を使って一斉に URL を送ったり、さらには、ラジオやテレビを通じて、誘導先の URL を放送で流すことも可能。また、Android と iOS アプリのほか API も公開しており、他のアプリから利用したり、または、Web ブ,ブラウザに、渡航度変換機能を追加する、アドオンの開発などにも活用が可能。吉田曰く、 技術面ではすべて基礎技術を使っているため特許的な要素は何もありません。誰でも真似ができます。だからこそ、各々の目的に合ったツールに組み込みやすく、普及促進させやすいと思っています。と話す。仕組みとしては、共有した URL を8から10音の DTMF で構成される、とコードという ID に変換し、この音列を、 送信側のスマートフォンで鳴らし、受信側のスマートフォンで聞き取ることで、その URL が受け渡しされる仕組み。なお、トコードの音列は、時間にして2から4秒ほど。これまで、ID を音に変換して、データをやり取りするアプリは他にもあったが、トーンコネクトで DTMF を使った理由として、トーンコネクト側は、 世界中で誰もが電話で使われる音だと認識できるから。この音を電話機に聞かせると、昔は電話がかけられたが、今は URL に接続できるという、とても近いイメージを持っているということや、ローファイのため、放送などで流すことが可能である点も挙げている。ピポパという音については、2種類の周波数の音声合成を活用して、0から9までの数字。 A から D までのアルファベットとの記号を合わせて16種類の文字を表現。この仕組みを使い、ラジオからのスマートフォンへ、スマートフォン同士などへ情報を伝える。また、このトーンコネクトをインストールした Android スマートフォンの OS からは、同アプリが共有ツールの一種として認識され、アプリの共有、シェアメニューから赤外線通信や、 bluetooth などと並列でトーンコネクトを選択できるようになる。受け手側はトーンコネクトを起動すればトコードを認識し元の URL に変換する。なお、DTMF は16通りしかないためこれを10音並べたとしても URL などの文字列を格納するほどの容量はない。音でやり取りするのはあくまでもトコードと呼ばれる ID のみ。 URL やテキストは、この ID に基づいて、トーンコネクトでは、サーバーの中に必要な情報を入れ、8音から10音のピッポパ音でその場所を指定、そして、そのサーバーを介して、インターネット経由で送受信。利用者に対して、必要な情報を取り出せる仕組みとなっている。すでに運営会社のトーンコネクトでは、世界で、 初めての d t m f 音との登録管理サービスが始まっていて、吉田枠、我々の役割は例えて言うなら、ピッポパレジストリサービス会社ってところですと説明する。2012年2月20日に日本放送とアドリブとの共同出資により、2月20日付で株式会社トーンコネクト設立、3月9日から本格的に活動を開始。 ただし2022年1月現在、同社 HP は休止中であり、問い合わせについてはアドリブで受け付けている。ABCDEFGHIJKLMN オートオンコネクトは、愉快な通信プロトコルだ。放送と通信の近く変動 C ネットジャパン、放送後期2011年11月4日、アップ1 0ップ1 0アプリは人を幸せにする。 放送後期2011年11月18日公開異性、放送。アップ10アップ10アプリは人を幸せにする。ABCDEFGH 長沢茂。ダイヤルオン、ピッポパ、で、近接通信できるアプリ、日本放送が新会社。インターネットウォッチ、インプレスウォッチコーポレーション。2012年3月8日、閲覧。AB、日本放送。 共同出資で新会社設立音声で、情報伝達する新アプリの普及を目指す。モンターウェブ、毎日新聞。2012年3月8日閲覧。ABC オールナイト日本 GOLDAPP10.jp、e。放送後期2012年3月9日。トーンコネクト公開性放送記者会見。アップ10アップ10アプリは人を幸せにする。 日本放送、2012年3月13日、閲覧。ABCDEF 高橋信頼。日本放送などが、アプリトーンコネクトの新会社設立。番組アップ10で新機能を、公開実験。イットプロ日経 BP 社。2012年3月12日閲覧。AB、日本放送、音で文字を伝えるアプリの公開実験驚きの声も。 モンターウェブ、毎日新聞社。2012年3月12日閲覧。トーンコネクトを開発した、かば武たが在籍する神奈川県に本社を置く、コンピュータ関連会社。ABC トーンコネクト。トーンコネクト会社概要トーンコネクト世界共通。ピッポパのトーン音で、人物ことがつながる文化を。マイナス。プレスリリース。トーンコネクト。 2012年3月13日閲覧。ABC に日本放送を含む、全国17局ニコニコ生放送、ユーストリーム放送、オールナイト日本 g o l d a p p 1 0 j p 2 0 1 2年3月9日、放送分より、ありがとうございます。